私は、中古の iPhone に、格安 SIM を入れて使っています。キャリアから変更して、すでに、3年が経ちます。高額な料金や、2年縛り、解約金が嫌で、格安 SIM の OCN を選んでいます。私の契約は、音声対応 SIM、いわゆる、電話機能付きです。月あたり 3GB、余ったら、次月へ持ち越せます。3GB で、1800円、税込み、約2000円ですね。350円プラスすると、倍の、6GB になります。家では、無線 LAN の Wi-Fi があるので、3GB でちょうど良いです。12月の使用状況です。前月の繰り越しを合わせて、4GB 使えます。毎日、100MB ぐらい使っています。1ヶ月だと 3GB です。3年間で感じた、格安 SIM の不便な点は、携帯アドレス用のメールが使えない。これは諦めるしかありません。OCN のメールは使えます。機種変更は自分で端末を用意しないといけないです。自分で iPhone を用意します。中古の iPhone をゲットしてきましたよ。近々 SIM を入れ替える予定です。これからも、格安 SIM を使う予定ですよ。以上の2点のみです。ちなみに、料金を見てみると、キャリアの時は、毎月9000円ぐらいだったので、差額は7000円になりますね。年間では、8万4000円になりますね。3年間では25万2000円になりますね。25万2000円、随分とお得になりましたね。格安 SIM へ変更しない理由は見当たりません。格安 SIM をおすすめしますよ。